がいるっち。敵は3体しかいねっち。負けるわけないっち。ラスニコって、あそこにいるのって。ああ、思ってたより早かったじゃない。どうして葉月さんが。なんででしょう。ねえ、僕を姉さんの病室に行かせてどうするつもりだったの。あ、だからこんなに早かったのか。さすが愛しの弟だぞ。なあ、何の話をしてるんだ。さっきの電話は姉さんだったんだよね。まさか気づかないとでも思った。気づいても気づかなくてもどっちでもよかったのかもしれないかな。どうして。だってもう気づいてるんだよね、私が偽物だってことに。
気づいてた。だけど、信じたくはなかったよ。おい、どういうことなんだよ。僕が病室に行けば、そこには入院中の姉さんがいるんだよ。そしてそこで僕は確信するだろう。元気な姉さんは妄想なんだって。葉月さんが妄想？なんだかそうみたい。姉さんはいつから気づいてたの？結構前からかな。どうして？だって自分の病室に戻ったらさ、そこにはね、もう一人の自分がいたんだもん。もう一人の私はね、病室の窓辺から秋葉原をずっと見つめていたの。最初はね、意味がわからなかったよ。だけど寂しそうな私を見て気がついたんだ。ああ、きっと私は夢を見ているんだって。まさかそれが妄想だとは思わなかったけどね。だから私は考えたの。もう一人の私はなんで秋葉原を見つめているのかって。その答えを知るために秋葉原の街に出た。そこには瑞希と朝日くんがいた。私はこの街であの頃みたいに瑞希と朝日くんと遊びたかった。きっとそれがもう一人の私の願いなんだって。それじゃあ葉月さんはもう一人の葉月さんが生んだ妄想なの？うん、違うよ朝日。え？姉さんを生んだのはこの僕なんだよね、姉さん。やっぱりそこまで気づいていたんだね。どうして瑞希が？僕はずっとあの頃に戻りたかったんだ。無邪気で笑い合ってたあの頃に。だから僕は姉さんを求めたんだ。うん、そうだと思う。だから私は二人を仲直りさせたかった。ううん、させなきゃいけないと思ってた。それこそが私の生まれた理由なんだって。そうすればまた三人で遊べるから。だからね、これはもう一人の私の願いでもあるの。だけどもう私は必要ないよね。どうして？だって二人はもうあの頃の無邪気な二人に戻れたんだから。姉さん、もうシャキッとしなさい。私の愛する弟なんだから。それじゃ張り切って妄想を壊そっか。だけどそんなことしたら。だってまだ見たことないんだよ、二人が肩を並べて戦ってるところ。お姉さん見てみたいな。もう何それ。姉さんは最後まで姉さんなんだね。うん、もちろん。だってせっかく元気な体を手に入れたんだよ。なのにしょんぼりしてたらさ、もう一人の私に顔向けできないじゃない。ほらほら、二人とも張り切ってファイト。やっぱり葉月さんは素敵なお姉さんだな。うん、僕の自慢の姉さんだよ。それじゃあ準備はいい？ああ、もちろん。それじゃあ姉さん、しっかりと見届けてね。当たり前じゃない、特等席で見させてもらうからね。敵は一体余裕百尺地見とけよ。ミスキー任せて。オラオラ攻めるっち。Come on!
二人ともお疲れ様。うんうん、かっこよかったよ。なんだか照れるな。僕の姉さんに照れないでもらえるかな。別にいいじゃんか。わお、モテモテだね、私ってば。あれれ、どうして私消えないんだろう。きっと終わらない今日が続く限り妄想が消えることはないんじゃないかな。だけど終わらない今日が終わったら、その時が本当のお別れの時ってことだね。はあ、どうするかはもう決めているんだよね。だったら自分を信じてあげて。そして全部が終わったその時は、その時はこの前の話覚えてるかな。ゲームの話ですよね。うん、そうだよ。懐かしのゲームで私と遊んであげてほしいかな。それはちょっと約束できないかな。あ、どうして。遊んであげてじゃないでしょ。だって姉さんも姉さんに変わりないんだから。そっか、ありがとう。うんうん、そうだよね。全部が終わった時、その時にはまた昔みたいにみんなで一緒に遊ぼう。この扉を進むっち。扉を突き破るっち。セーブポイントっち忘れずにしとけっち。敵を発見っち、逃げるなら今っち。扉を進むっち。セーブポイントっち忘れずにしとけっち。いい予感がするっち。近くにお宝がありそっち。敵を発見っち、逃げるなら今っち。敵を発見っち、逃げるなら今っち。敵がいっぱいっち。オイラを守れっち。逃げるなら今っち。扉をすまだまだ。敵をいっぱい発見っち。捨てる数を減らせっち。ラッシュ放送解放っち。今がチャンスっち。まだまだいくわよ。逃げる準備を始めるっち。行っとけよ。うちは残り2体っち。するっち。近くにお宝がありそっち。敵を発見っち、逃げるなら今っち。敵を発見っち、逃げるなら今っち。扉を進む。セーブポイントっち忘れずにしとけっち。敵を発見っち、逃げるなら今っち。敵は4体っち、隙を突きまくれっち。暴走を解放っち、今がチャンスっち。あと1体っち、さっさと終わる。敵を発見っち、逃げるなら今っち。敵がいるっち、オイラは戦いたくねっち。扉を突き破るっち。お宝の匂いがするっち、さっさと探せっち。
敵を発見っち。逃げるなら今っち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。まだまだ。敵がいるっち。どうするっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。たっ。敵がいっぱいっち。オイラを守れっち。たっ。これでたっ。まだまだ。たっ。やるだ。この人たち。もっと頑張れっち。やるだろ。あと一回。終わらせろっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。これでも敵は3体しかねっち。負けるわけないっち。これが本気だ。イマジンモード発動できるっち。あと2体やるだろ。踏ん張りどころっち。それでこれ1体っち。袋叩きにするっち。上書きに気をつけろっち。